WBC2023 サムライジャパン選手登場曲。サウンド360チャンネル。サウンド360チャンネルはテレビ番組を中心とした音響効果会社株式会社ウィンズが手掛ける YouTube チャンネルです。音楽、音に重点を置いたさまざまな娯楽動画をテレビ番組風に仕上げた企画、再生リストがあるので紹介させていただきます。音楽のトリビアランキング。曲、ミュージシャンなど音楽に関連するさまざまなトリビア的豆知識をランキング形式にまとめて紹介するコーナー。皆様の音楽の豆知識になるようなトリビアを紹介していくコーナーですので、そうだったのかという気持ちでお楽しみいただけたら幸いです。映画、ドラマ技術、360度音声加工で作成し、想像をかきたてる音が繰り出すドラマ仕立ての作品、音ドラマ。
ご視聴の際はヘッドホンを使用して聞いていただくと360度音声をお楽しみいただけます。サウンド360チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。音響効果のプロがおすすめの音楽を紹介するコーナー、音かじり。それでは今回は年間10万曲以上を選曲する音響効果のプロたちがぜひ聴いてほしいおすすめする音楽を世代別に紹介するコーナー、音かじり。その楽曲をご紹介いたします。記載と呼ばれ選曲に込めた思いやアスリートの勝負曲、歌詞に隠された思いなど、音響効果のプロたちが知識を生かして音楽の魅力を分かりやすく紹介していきます。タイトルを作った方です。誰もが憧れる高級住宅街、六麓荘町にやってきました。あらゆるスポット、町、店舗に潜入調査をし、音にこだわったナレーション、 BGM でテレビ番組風に楽しく紹介していくロケ企画。すぐ目に飛び込む大阪のシンボル通天閣、緊急事態宣言中の昼間の新世界と日本最大級の遊郭飛び田新地を探索します。余談ですが、一昔前まで飛び田新地を巨大な塀で囲っていたそうです。今も一部残っています。それはなぜかというと、リラックス、睡眠導入できる周波数や音楽を使用する再生リスト、実際の心地よい雨の音など、睡眠、集中、リラックスしたい時のお供に使用できます。ホラーアトラクションを手掛ける音響効果のプロが立体音響加工した実話を元に作成したホラー怪談話。ヘッドホンをしてご視聴していただくと360度音声で恐怖をかきたてます。本当に怖いので自己責任でお願いします。その時、車内の電気が消えた。そしてバンバンとバスのボディ。その他にバイノーラルマイクで収録、360度加工した今流行りの ASMR コーナー、元ペットショップオーナーが監修、動物が一番反応する音など、可愛いペット、動物に関連した作品コーナー、車、乗り物など独自の目線で音に力を入れテレビ番組風に紹介するコーナーなど、サウンド360チャンネルではこれからも新しい企画やコーナーを考えておりますので、ぜひご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。